11月7日です。もう霧が高くて前が見えません。今日は1週間ぶりに、畑に行ってちょっと仕事して、朝のうち、竹を切ります。部屋をね新しく張り替えますので、今年、12月まで、竹を切って30メーターぐらい、300メーター、張り付けます。今日は竹切り始めて、そろそろね用水、水がね上がってると竹が弱まってしまうので、この水がね雫が落ちてなければね、まあ、12月から、2月までですね、竹切りはね、今日は初めてなので、半割りにする竹ね、4メーター10本、これで、半割りにするとね、70の横竹、60枚、貼り付けます。今日竹を切ったんですけど、まだねちょっとね早かったですね、水が立ってるということはまだね竹が水吸ってたんでね、まあ、12月に入んないとねこれ水止めなんないんですよね。水吸ってるとね枯れた時にちょっとしぼんでしまうんですね。今日はあんまり畑仕事はないんですけど、まあ、初めてのね竹切りと、ラッキーが暴れてるのでね運動のためと、あと畑のねこの草もね始末まだしてないとこあったんでね、今日はちょっと手を加えてきます。まあ、できる限りね、今月来まして手入れをしてね、まあ、根回りね、きれいにしたのでね、まあ、多少はね、来年期待できると思うんですけどね、やっぱ古いね、この木をね、剪定もしないとね、まだまだ手間がかかりますけど、今日、お昼頃までやってね、あと紅葉のね、撮影ですね。去年墜落した場所にもう一回行ってやってきます。あとはねこれどんどんね害虫がね貝殻虫がたかってます。これも取ってきます。木がねどんどんもう弱ってしまうんですね。これねすごくいい実がなってたんだけどね、石ころ拾い、ちょっと拾ってこんなにあります。
でも少しずつね取っていかないと、草刈り機の刃がね、脇から出た芽がねいっぱいあるのでね、切り捨てるのもねもったいないんで、ここの空き地にねちょっと植えてみます。
今日はですね、挿し木剪定でね、捨てないで一応挿し木して、あとちょっとね脇芽出たやつねカットするのももったいないから一応ここで追いつきました。まあ芽が出るかどうかはね全然構わないからね。今日はこれで帰ります。帰るよ。カチカチ。どこにとんずらしたんだ。ときめき捨ててるわけじゃない、笑うの避けてるわけじゃない。